武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山梨大学の、医学部医学科の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、理科2科目で120分で大問が、6題出題されておりますので、まあ、60分で大問6題解くような形に、なります。で、まあ、と考えるとやはりかなり量が多い、形 で問題そのものの難易度に関しては割と標準的なものが多いですが、とはいえその、まあ、一個一個の問題の、まあ、解かなきゃいけない時間などを想像すると結構力つけとかないと、やはりこの問題が解けるだけでじゃあ解き終わるかって言われるとかなり厳しいかなという形にはなりますので、まあ必須はマーチレベルで、できればその本当に重要問題集など一冊しっかり仕上げておけるものがあるといいかなと思います。まあそこまで難しいのがちょっと厳しいなという場合であれば、まあ新標準演習など使ってですね、まあ網羅性が高い問題集を一冊がっつり仕上げておくという形でもいいかとは思います。で、問題の大問数が多い以上、どうしてもその出てくる問題っていうのが幅広くなってきます。で、論述なども出てきますので、国公立向けの、国公立標準問題集、キャンパスなど、使って論述の練習だったり、やっておいた方がいいでしょう。また計算練習という意味で、まあ、計算問題集、まあ、ゼロから始める化学計算などの、計算問題集も、まあ、早い段階からですね、やっておいて、まあ、計算もすぐに答え出せるようにしておいた方がいいでしょう。まあ問題そのものの解き方が、分かる分からないっていう部分に関してそこまで難しいことがなかったとしても、時間内にちゃんと解き切って、ミスらずと、やりきれるっていう、ことを鍛えるっていう意味だと割と相当、完成度高くないと厳しいとは思いますし、問題集がそれが解けるだけではなかなか到達できない、ところになると思いますので、まあ攻撃の参考書を読むなり、もしくは若干難しい問題集まで触れて、まあ体系的に、まとめ直すというか、まあ、トータルの底力を上げていくような学習をするように心がけてください。以上が科学の勉強となります。